西武プリンスドームからお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、埼玉西武ライオンズ対オリックスバファローズの7回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、今日はデーゲームなわけですが、小宮山さん自身はデーゲームの方がいい悪い、ナイトゲームの方がいい悪いというのはあったんですか？早起きが苦手だったものでしたら、デーゲームよりかはナイトゲームが好きでした。そうですか。西さん、やはり強いチームというのはバッティング、ピッチング以外にも守備もいいというふうに思うんですが、いかがでした？まあ、当然ですよね。とにかく得点をするということの以前にまず失点をしない、ここは大事だと思いますね。そうですね。バファローズマウンドに上がるのは先発の東明、どう抑え込んでいくのか注目です。バッターは鬼坂、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。さあ2球目は何か、打ちました。セカンド取る、アウト、ワンアウト。バッターはイチロー、昨日のゲームでマルチ安打を記録しています。菊池、まずは先頭バッターを打ち取っています。まず何を投げてくるか、枠いっぱいに決めてきました。ストライクです。空振りになります。ノーボール2ストライクです。3球目見送っています。ボール、9番バッターイチロー、ヒットでランナーを一塁に置いています。今日の先発ピッチャーはライオンズが菊池、そしてバファローズが東明、この2人の投げ合いとなっています。インサイド見送っています。ここはゲッツーを取りたいわけですね。そうですか。さあバッテリー、いい当たり、二塁送球、二塁アウト、一塁転送、アウト、ダブルプレー。9番イチロー、先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。菊池、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。おっと、空振り、ど真ん中でした。ノーボール2ストライク。3球目打ちました、レフト前に持っていきました。これが今シーズン50本目のヒット、ワンアウトランナー一塁です。今日は見事な完封で白星を挙げました。西武ライオンズが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。小宮山さん、見事な完封勝利です。本人はもちろんですが、ベンチ監督としても嬉しいですよね。そうですね、もう一人で泣いてくれたっていうだけで、もう本当に喜ばしいことなので、点取られたら、まあ、素晴らしいものになりましたね。本当にそうですよね。チームに勢いをつける、そんな勝利になりました。勝った西武ライオンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のオリックスバファローズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは西武ライオンズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで西武プリンスドームから失礼します。